やはは、雑草でございます。今回ご紹介するのは、業務スーパーのローストハムとなっておりますが、その前に、このレビュー動画をリニューアルすることに決定いたしました。まあ、リニューアルといっても、まあ、ちょっとした茶番が入るので、逆に、なんかレビュー動画としての質は多分、かなり下がります。まあ、どんな感じかと言いますと、まあ、ことの経緯は、その、ギア友が、自分のレビュー動画を見て、お前の動画クソつまんねえなって、動画なのに動きがないと、動画じゃねえじゃん、みたいな。クソつまんないって言われて、え、みたいな。いや、まあ、うん。まあ、そんな、うん、まあ、そんな、まあ、面白くないな。してないんですね。っていうことで。まあ、そしたら、動画だから、まあ、一応、その、ね、なんか顔出しとか、そういうのは、ね、なんか古い人間だから苦手だろう、みたいな、なんかね、お前ブサイクだし、みたいな。まあ、そういうのもあって、まあ、だったらあの、パペットマペットみたいな。うん。でも、やったらいいんじゃないのみたいな。ね、そういうのでちょっと紹介した方が、こんな感じで、やった方がいいんじゃないのって言われて。うん。まあ、ね、そういう、あの、手突っ込むやつは、なんか、100均に売ってなかったんで。まあ、とりあえず、家にあった、ので、ちょっと茶番をしながらレビューをこれからは、していこうかなと思います。で、ご紹介するのは、うん、僕は、うん、まさしです。よろしくお願いします。まさしくんです。僕はやすです。よろしくお願いします。今回は、まあこれからはこの、これをちょっとこう、こちょ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 、しながら、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、自分はちょっとお兄さん役で、お前お兄さんじゃなくておっさんじゃないかよっていう、のはまあ、ちょっと置いといてください。あの、よくあの、ねえ、お母さんと一緒みたいなのだとね、どんな年ってでも、お兄さんみたいな感じなので。まあ、基本的には、まあ、両手使うのめんどくさいんで、まあ、安の方をメインに、出していこうかなと思っております。今度からは、もう、茶番が多い、あの、レビューになります。申し訳ないですが、ご了承お願いいたします。まあ、レビューがメインだったのになんで茶番がメインになっちゃいそうなんでって、いや、大丈夫です。レビューもちゃんとします。これから。はい。よろしくお願いいたします。じゃあ、早速、この、業務スーパーの、ロースハムのご紹介をしていこうね。なあ、ヤス。お兄さん、このロースハムは何がすごいんだい？あ、このロースハムは普通です。業務スーパーで、多分脇に写真載せときますが、3袋で約150円程度。で、一袋に、まあ、薄い、あの、ハムが4枚ずつ入ってるっていう、まあ、小分けされてるので使いやすいっていうタイプの、ハムですね。自分はこう、やっぱ、使い切りみたいなのと、まあ、ちょっと、分けられてる方が使いやすいので、これを、使ってます。ベーコンも、同じやつを使ってます。まあ、賞味期限が、あ、切れてるかと思いますが、それは、あ、自分冷凍しとくんで、結構、買いだめして冷凍しとくんで、まあ、賞味期限は別、普通に半年とか1年ぐらい過ぎてても、食える人間なんで。まあでも普通の人は真似しない方がいいと思います。僕みたいなのは、まあ、冷凍しとけば大丈夫だろう、みたいな。さすがに、ね、まあ、ダメなものもありますが、まあ、基本的にこういうのは、ま、1年とかは普通に冷凍してても、うん、味もそんなに落ちないし、こうちゃんと密封されてるのであれば。なので、そんな感じで使っております。味はどうなんだい？まあ、味も普通って言っちゃったからな。
まさしはこういうの食べるのかい？僕はね、これ食べないの。お前、声の質がすげえ変わってんじゃねえかよ、みたいなさ。まさし、のぶとい声だったろ、みたいな。まあ、難しいということなので、まあ、その辺はちょっと、うまくこれから調整していきたいと思います。ね、お兄さん。うん。あ、まあ、お兄さんなんだかなんだか知ってんが、もうこっちは普通でいいか。まあ、とりあえず、150円で、3袋というか、まあ、3枚続き、で、150円。これ、なんで味はまあ、特段変わりないんですが、これをご紹介したかというと、やはりあの、普通のスーパーと比べるとすごい破格で、あの、セールの時ですら、似たような3枚続きの、のがまあ250円だとか230円なんですよね。やっぱ業務スーパーはすごいなっていう、そこで常になんか150円くらいで売ってるということなので、うん。すごい、すごいね、まさしくん。うん、すごい。多分、今度からはなんかまさしって呼びづらいから。別の名前、うん、普通にスラキチくんとか、そういうのになってるかもしれません。まあまあ、どっちなんだよっていう。まあ、今回は、ロースハムの紹介でした。失礼いたします。